藤さん3話目、力道山、木村正彦、えー、藤浪忠さんの、えー、コメントを振り返っていきたいと思います。はい、今回3話目になります。よろしくお願いします。前回は話の流れから、ラジオ感覚でお聞きください。まあ、あごめんなさい、話遮っちゃいました。はいえー、力道山と木村正彦の,その序盤戦。うん お互い怖がっていて、はいえー、探り合っていて、変に相手に刺激を与えないような展開に見えたと、そ、はい、こ,こから藤波さんのコメントが日本プロレス時代のガチンコの練習に移って、ゴッチさんから、えー、教わったこととか、その辺の話から今度、田村さんの新生 UWF でのガチンコの練習の話になっていったということなんですが、その続きですね、まずは藤波さんのコメント、続きを読みます。うん えー、俺らの時代でそうなんだからこの力道山対木村正彦の時代に、うん、木村さんがグラウンドで柔道の関節技を使っていたら、うん、随分と試合の展開は変わっていたでしょうね。さっきも言ったようにそうはさせない裏の力が働いていたのか、うん、あるいは猪木さんがルールでがんじがらめにされたモハメド・アリ戦じゃないけどグラウンドでの関節技は禁止という表に出ないルールでも存在したのか。うん 二人ともダブルリストロック投げを使っていたけど、あれはやっぱり木村さんの方がうまいね。決め方もそうだし、相手に密着して投げるという基本的な部分もね。あここで一回。はい、えっと、これ私、改めてその、村、えー、力道山木村戦を拝見させてもらって、はい、こう藤波さんのおっしゃる通り、うん、木村さんの方がダブルリストロックから投げっていうのはやっぱり。はい うまいですねいっていうのはこう、えーすーっと、何がうまいか下手かってなったときに、藤浪、はい、これおそらくですけど、はい、まあ総合格闘技でもアームロック取った状態から、スタンドのアームロック取って、ダブルリストロックで、後ろにお尻,もお尻をつきながらこう投げるですね、はい、転がるように、うんで。これあるんですけど、 藤山さんがおっしゃっているのは、左足を、相手の、私が、うん、攻め側が、左足を、相手の内ももに入れてるか入れてないかの違いだと思うんです。うん、この上手い下手が見えるのが。は、うん、以上です。はい。はい、うん。これ興味深くて、うん、また後ほどというか、まあ、この回じゃないと思うんですけど、うん、長谷さんも、このダブルリストロック投げのシーンに言及してるんですけど、うんうん、そう。 そこね長谷さんはちょっとね藤波さんと違う見方違<う>えー、これまた長谷さんの回で言った方がいいかと思う、えー、ただこのダブルリストロック投げに関しては、うん、田尻さんとかはやっぱり、えー、力道山よりも木村さんの方がうまいっていうふうに言ってますよねこの G スピリッツの中ではだからやっぱり同じプロレスラーでも見方が結構違うんだなっていうのは面白いですねすごくええー、どういうこと、うん、いや絶対木村さんの方がうまいですよ はい。僕は藤波さんの意見と同じですね、うん。長谷さんの意見とは違うということですね。それなんでこう、タゲ <laughs> <laughs> さんみたいな。<laughs> いやいやちょっと長谷さんの、長谷さん最近ちょっとね、あの、うん、マイブームなんですよ。あ、マイブームなんですか、ね。面白いなと思って見てるんですけどうん、うん、はい。じゃ続きいきますね。で、はい、この映像を見る限りでは、非常に解説しづらい試合だね。うん それこそお互いに裏社会とのしがらみでがんじがらめだったのか <laughs> あの裏社会結構 <laughs> 気にしてますね藤波さんはい、はい、えー、え喧、ー、嘩してやるという意識でできない状況だったとも思うよねうん、うん、普通だったらどっかに多少の格闘シーンがあるけどこの試合にはほとんどそれがないもん、うんうん、かといって道場でやるガチンコでもないしこれだとプロレスとも言えないああ、うん、ここ割と重要ですよね道場でやるガチンコでもないし これだととプロレスも言えないいわゆる藤波さんの考えてるプロレスとは違うということなんでしょうね。でこれだけお互いのプライド、メンツがかかった試合だったら戦い方を知ってるとか知らないじゃなくてとりあえず何かやるでしょ。だから動けない何かがあったんじゃないのかなと。 組み立てとか選手で、うん、選手としての,の,の技術の攻防だとかそういったことよりも裏の目に見えない力が働いているんじゃないかという説を藤波さんは気にしてらっしゃるわけですね。じゃないと木村さんのグラウンドの動きとかも少なすぎると。でも私藤波さんに異を唱えるわけではないんですけど、うん、素人考えとして。うん 木村さんの寝技ってやっぱり柔道の寝技じゃないですか。はい。はい、いわゆるプロレス、あるいはレスリングでの、うんえー、シュートレスリングのテクニックというのは持ってないと思うんですよ。うん、その当時であっても。はい、で、柔道着を着たときにはすごく効果を発揮するでしょうけれども、はいはい、裸対裸になると、うんうん、これ違ってくると思うんですけど、違ってきますね。違ってきます、ね。うん、全然違ってくると。だから、これはいくら木村さんが、その、 えー、柔道家として、鬼の木村と言われようが、うんえー、全日本大会で連覇しようが、うん、やはり裸になっての関節技とかっていう練習は、そんなにしてなかったと思うんですよね。しかも、相手の力道山の方が体格が上ですから、下、うんうん、からの例えば三角締めとか、うん、そういったことをやろうと思えばもちろんできたんでしょうけれども、うんうん、その辺どうですかね、田村さん、選手としてみて。 えっといわゆる柔道の寝技と、うん、サブミッションレスリングでの寝技の違いというか。うんうん、ああの柔道でも多少柔道着を着て有効な技と柔道着を着てない状況でも有効な技ってあると思うんで例えばなんだろうな、まあ、三角締め腕意識。うん あの腕,腕十字とかはあると思う。はい、その、この木村さんがダブルディス,ストロック投げはい。ちょっと言えてないな。うん、もう応用できてたと思うので、全てが全てじゃないと思いますが、うんはい、まあ先ほどね、おっしゃったように、力道山と木村さんの体重っていうのは、あれ、見た感じだと 20kg。 15キロとか、ねね、結構違うと思いますよね、うん、それぐらい違うと思うので、やっぱ10キロ、グラウンドで10キロ下がると、全然ね、うん、力で、えー、潰せる技っていもいっぱいあるんで、うん、そこに関しては木村さんはすごくフリーでしたね。うん、とは言っても、やっぱり木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと言われた柔道家ですから、うん、もっとグラウンドの展開できたんじゃないかと。 それができなかったということは何か裏の力が働いてるんじゃないかという推測を藤波さんはされてるんですよね。なるほど、ね、でこの後も非常にプロレ、うん、ごめんなさい藤波さんらしい、うんえー、コメントが続くんですけれども、はいえー、そういう憶測や裏のことを抜きに純粋にプロレスとしてみると、うんうん、ちょっとあれだよねって言ってる <laughs> そういう憶測や裏のことを抜きに純粋にプロレスとしてみると、うん、ちょっとあれだよねこれ笑うとこじゃないんですか、うん いや、別にいいと思いますよ、笑っても。ちょっとあれだよね、ま、まあ、あれ、あの、流行語大賞になりましたからね。何ですか阪神タイガースの岡田監督の。はい、あれが、あれしてみたいな。私、野球はあまり詳しくないので分かりませんけど、はい、あれっていうのが、うん、2023年度の、流行語大賞。へ、はい、えー、あ、そうなんですか。はい。あ、それはご存知なかったか。ないですね、はい。あ、そのあれが出てきたから笑われたわけじゃないです。じゃないんです。あ、じゃないんですよね。はい、うん、はい。 今の田村さんのの笑いは今のだからあれってどこでしたっえ一番下の段の真ん中よりちょっと前ですね。ちょっと前。ちょっとあれだよね、うん。そういう憶測や裏のことを抜きに純粋にプロレスとしてみるとちょっとあれだよね。だこれだ、だどういういあれは何を指してる <laughs> <laughs> まあまあ、稚拙だよねっていう意味なんでしょうけどね。それは両者ともに、うん だってプロレスを始めてまだ何年も経ってないんでしょ、うん、あここにがるんですね、うん。この時点では若手なんですよね。うんうん、若手は道場で決めっこをやったりしていくうちに何とか形になるスパーリングをやれるようになるんだけど,ど、ね、お客さんの前での試合になるとお互いに何をしていいか分かんなくなっちゃう。そういうことがあるんですよ。うん、どうしてお客さんの前だと道場での動きができなくなっちゃうんだろう。同じことをやればいいのにって。 不思議と動けけなないいんんんでですすよそううもどねプロレスはここは割とね藤波さんのプロレス感というか、うん、このテイストがこう凝縮されてるような気がするんですけど確かにそうなんですよね力道山もさんも木村さんも、うん、1951年にデビューしてますから、うん、木村さんが4月で力道山が10月半年の違いがあるんですけどこの力道山対木村雅彦戦が行われたのは1954年です。はい 力道山が3年、木村さんが3年半のキャリア。だからお互いやろうとしていても、うん、お客さんの前に出ると、できなくなくっちゃうだから、冒頭のそういう憶測や裏のことを抜きに、純粋にプロレスてみ、うんうん、純粋にプロレスだけを見ると、ちょっとあれだよね。うんうん こういうことなんで、ね。はいはいはい。だからプロレスになってないんじゃないのっていう。でもまあ、それはキャリアで考えると、はい、いた仕方ない部分でもあるとうん、うん、いうこともおっしゃってはいると思うんですけど、はい、そう、どうですかこれ動画見た感じ、田村さんは。ちょっとあれだよねっていう感じですか。<laughs> あの、藤波さんの観点で、その、プロレスターとしての、 さんの目線だと私はちょっとあれだよねっていうのなくて、うんえー、まずまあ興味深いっていうのと、はいえー、相手のなん,なんとなくこう心理、うん、力道山さ,さんがちょっと力を入れたとか木村さんがここちょっと踏ん張ったとかそれで踏ん張ったか木村力道山さん,さんが。うん ちょっとストレスが溜まってみたいな目線で見てたんで、なんかプロレスの試合としては、ちょっとそういう評価は見てない感じですね。あ、ここでちょっと陸上ン切れたんじゃないみたいな感じで、うんうん。じゃあ割とこう、異種格闘技戦的な見方っていうことです,です。はいはいはい。うん、あれいわゆる藤波さんが言っているプロレスラー、うんうん、純粋なプロレスの試合として見ている感覚にはなるほど。だから藤かさん、はあくまでプロレス、うん リンプロレスリング、その準、うん、なんて言ったらいいんだろう、まあプロレスとしての評価があれだよねっていうふうに言と思いますね。すねうん、まあそれはまあ確かにそうだと思いますね、準、うん、プロレスとして見た場合はですね。 ただこれもやっぱりプロレスの一つとして見た場合に、うん、いろんな憶測を読んだり、うん、いろんな考察ができたりするところがまたこのプロレスという概念の面白さでもあると思うんで。うんうん、だから面白いんですよ。うん、力道山、木村選手。いやいや、面白いと思います。うん、だから、はい、その私たち UWF もそういう選手の感情がぶつかる合るところが面白いんで。はいはいはい えとまあ、船,木船木さんと中野さんがやった試合だったり、はい、本当もう中野さんもムカついてぶっ殺しやろうという気持ちを船木さんが引き出したりとか、そこでもあえてプロなんで、お客さんあっての試合を見せるわけですよ。だからあの、ある意味、その力道山さんと木村さんというのは、そういう意味で、うん、僕は興味深く。うんうん 見ささせてお互い弾けないですもんね。リングに上がってしまうん、うん、それがどうしてこういう結末になったのかっていうのがまた考察が考察を読んでいくんですけれども。弾けないし、どういう展開なのかわからないし。うん、藤波さんは、そのいわゆる準プロレスのフォーマットからいくと、うんまあ、若手、キャリアの浅い若手のちょっとあれだよね、うん、的な試合に見え,た見えているわけですけれども、 動画を見た感じだと、力道山の風格ってやっぱりすごいものがあるす,そうですね。とても3年とか3年半のキャリアの <laughs> 選手じゃない,っていう。あ、ほんと。あれね、うん、それお互いガウン着てるんですよね、うん。お前何年選手だっていうぐらいの貫禄があるわけですよ。当時のプロレスはね、キャリア何年っていう概念がもうないでしょうから、うんうん、力道山の場合、プロレスを作った男ですから、うんうん、ある意味ではね。 でもガウンはねまあ必要ですよね風格ありますよねありますもんねだから私も間近で見たの高田さんなんですよあンはいはいやっぱすごいオーラ高田さん自体ユンタ退の時ってあのガウンとかじゃなくてすごいオーラを出してる時期があったのでガウン着るとすごいですね僕ねガウン着たことああの1回だけあるんですけどいつありましたあの マシュー、あ、やってないかなちょっと待ってください。あのね、ごめんなさい。えっと、U インターの時、マシューザーズ・モハメットはい石獲得戦やったんですそのガウン作ったんです作ったはい。だけど、試合前にやっぱ着なかった記憶があります。ガウン姿って私記憶ないですね。そうなんですちょっとね、ここ、まあ、簡潔に話したいんですけど、僕、高田さんのガウン姿を見てて、 わこれオーラ半端ないと思って、うんはい、僕それで、ね、ガンを着ないって決めたんですなるほど。はい、違う道を行くいやいや、違う道っていうか、オーラ、こういう人がガンを着るんだなっていう。うん、だ僕はまだね、ガンを着るような立場じゃないんであ。なるほどあ。こういう人が、たぶ、うん、 高田さんも井上さんとか見てうんうん、うん、前田さんもギリギリガウン姿って記憶にあるんですよねない,ないですよねいや新日本時代はあったと思って、ね、ガウンありましたね、はい、新日本時代ありましたねでまだ前田さん高田さんは、うん、その昔のプロレスはやっぱりガウンが多かったですから特にこうエース級はガウンを着て 皆さん本当風格がありましたよねヨーロッパ代表スパークリングフラッシュの頃だったかな、ちょっと今、思い出せないですけど、時期は。で,、ねうん、であのー、とにかく、この藤波さんが準プロレスのフォーマットとして見た場合は、まだまだキャリアの浅い試合に見えると、ただ、あの力道山の風格だとか、やっぱり木村さんの風格も含めて、実力日本一決定戦。 裏社会の云々という憶測をした場合にですよ。<laughs> はい。いや、大きな当時ね、うん、大きな話題も当然呼びましたし、うん、で集客ももちろん国技館超満員ですし、うん、日本中が注目してると言っても過言ではない。うんうん、でしかもそれだけのやっぱり当時のお金も動くわけです。はい。はい。だからこれお互い背負うものっていうのは、うんうん、非常に大きなものがあって、 そこで藤波さんの言う裏社会の作用がどういうふうに働いたのかは明言はできませんけれども、とにかく力道山は一歩も引かなかったですよね。そういう部分においても。と思いますね。それが全部リングに現れているような気がします。非常に大きな一戦だというのはわかりますね。はい、とてもキャリア3年と3年半の選手同士の試合ではないというか。<laughs> そうですね。うん、まあ確かに。はい 力道山さんのがんは、もうあれはすごい感動ですよね。すごい時折、笑みを浮かべるようなね、うん、こうスポンサーを見つけたのかななのか、ちょっと会釈をするような雰囲気もあったりとか、えー、あそうなんですか余裕があ,あるように見えましたけど、うん、でも藤波さんは序盤の展開では力道山も余裕がなく見えたと。非常に面白いんです、これ、いろろな言い方が。おそ、まあ、らく、そうですね、言い方ですね。うんはい まあ、噛み合ってなかったからそういうんじゃないかと思いますけど。この噛み合ってないところが面白かったりもするんですよ、ねうん、いや、確かにそうです。という感じですかね。はい。一回、はい、切りましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。